ことでと言われそうな私の悩み。京都府京都市ゆうさんのそんなことでと言われそうな私の悩み。スーパーで今日も焼きそばか。夕飯の食材を買うとき、何を作るか店員にバレるのが恥ずかしいので、いらっしゃいませ、余計な食材も買ってカモフラージュすること。大分県津久見市高文さんのそんなことでと言われそうな私の悩み。ここね、はい、家で荷物を受け取った後、ご苦労様、配達員に悪いと思い、音がしないようにゆっくり玄関の鍵をかけること。よし。ということで、そんなことでと言われそうな私の悩み。